ハゼムアリハゼムアリは、アメリカ合衆国のプロレスラー、マネージャー。フロリダ州マイアミ出身のパレスチナ系アメリカ人、アルマンド・エストラーダのリングネームで知られる。2004年に WWE と契約し、下部組織、オベニで、アラブ系の、オサマ、キューバとパレスチナ人のハーフ、ウサマ・ロドリゲス・アレサンドロなどのリングネームで、活動していた。プロレスラーでもあるが、インタビュアー。 デスラーのマネージャー業が主である。2006年4月、キューバのビジネスマンというギミックで、アルマンド・アレサンドロ・エストラーダの名前で、馬鹿のマネージャーとして WWEE、RAW に登場。言葉が喋れないという設定の馬鹿の代わりに、マイクを握って、自己紹介などをしていた。2007年に入ってから出番が減っていたが、8月14日に、ビンスマクマホンの命を受け、 ECW のジェネラルマネージャーに就任した。2008年の6月にアングル上の心臓発作で退いていたセオドアロングが復帰し GM の職を奪われる。以降レスラーとして活動していたが11月に解雇される。その後はインディ団体で活動していたが12月5日にグレートレークチャンピオンシップレスリングでケン・アンダーソンとの試合をもって引退した。 WWE 時代のパートナーであった馬鹿の休止はその前日のことだった。ありがとうございます。